ご紹介いただきました MIT の石井です。アーキテクチャというのは非常に大切な分野です。 MIT ミデロはディパートメントオブアーキテクチャ、そしてプランニング、スクールオブアーキテクチャのプランニングの中の一ラボでございます。で、創始者ニコラス・ネグロ・ポンテの大きな影響があり、そしてこれにいらっしゃる中倉正則さん、ニコラス・ネグロ・ポンテの一番弟子 の、 お誘いもありましてですね、ぜひともお話しさせていただきたいということで、今日長谷さんにてまいりました。今日のバック・トゥ・ザ・フューチャーというのは非常に深い意味のあるテーマで、未来と過去ですね、恩恒地震という言葉にもありますが、過去のビターなレッスンから今日の話を始めたいと思います。3.11、2011年3月11日大きな地震、そして津波、そしてニュークリアクライシスが日本を襲いました。その時に多くの方がおっしゃられたのは、想定外、未曾有、予想できなかった。しかしこれは真実ではありません。かつて明治、そして昭和、三陸大地震があった時に、先人は300に及ぶ石碑を作りました。ここより下に家を建てるな。しかし我々はそれを忘れて家を建てました、そのラインの下に。で、なぜ我々は過去のこの痛い教訓を忘れてしまうのか、そういうふうに悩んだ時期に私、ある素晴らしいメッセージをウィンストン・チャーチルから受け取りました。ツイッターやってる人、あんまりね、僕をフォローしてる人、もったいない、まあ、それはそうですけど、僕がフォローしている多くの人は死んだ人です。死んだ人のボットです。その人の生きてきた人生を凝縮した非常に深い言葉がいっぱい降ってきます。ウィントン・チャーチ、人類が歴史から学んだことは何も学んでいないということだ。まさにその通りのことが何度も何度も起きてます。太平洋戦争、そして今回のニュークリアクライシス。石碑が作られた理由は、明治、そして三陸の2つの大地震、そしてそのとんでもない被害ですね、それをトリガーとしてこの石碑ができたわけですけれども、この1896年に生まれ1933年に亡くなった僕の大好きな敬愛する詩人が宮沢賢治です。宮沢賢治、読み込んだことある人あんまりいないかな。その中で特に好きな歌、私が感銘を受けた歌は英傑の朝、とし子の最愛の、とし子という最愛の妹を亡くした悲しみを書いては消し、書いては書き直し、綴った、これが英傑の朝の肉質原稿です。私、ニコラス・ネグロ・ポンテとアラン・ケイから1994年に MIT に来いということでヘッドハンドされました。アトランタの会で話した直後にですね。で、95年に日本を出たんですけど、その前にどうしても行きたかったのが花巻にある宮沢賢治博物館。いらしたことあるっていらっしゃいますか？ありますか？その時に見たこの原稿はものすごいショックでした。私は学生時代からずっとユースホステルを使って、いわゆるカニ族ですね、収容権を使って日本中回りました。で、その時にリュックサックにあった文庫本の刺繍が明朝の11ポントで美しく印刷された、マスプロデュースされた彼の刺繍でした。でも、その印刷された活字には彼のこの苦悩の痕跡というのは全くない、残っていない。で、これを見ているとですね、やがて農作業で節くれだった彼の手が見えてくる。そしてその万年筆が紙を引っかく音が聞こえてくる、身体の痕跡。そして妹とし子の悲しみを宗教的な次元まで高めようとする精神の葛藤、その奇跡ですね。その奇跡が込められた素晴らしいその表現、その表現を削ぎ落としてマスプロデュースされることを詩人は悲しまないのだろうか、アーティストは。あるいはその詩を鑑賞して感動した僕自身、なぜその削ぎ落とされたものに関して考えなかったのか。でも、唯一救いは、僕と一緒に旅したボロボロの刺繍はアナログのメディアなので、いろんなアンダーラインというかサイドラインですね、縦書きですから。あと、ユースでご飯がおかずが足りなくてですね、醤油をかけて食べた時に飛び散った醤油とか、あるいは指の跡とか、すなわち身体の痕跡、青春時代の旅の痕跡がその紙には残った。
しかしデジタルは非常に乾いてます。デジタルは標準化した、最適化した、オプティマイズしたデータ構造になる。でもそれはデジタルが悪いんじゃなくて、何が本当に感動を呼ぶ表現のもとなのかということを真剣に考えてない、いわゆる競争的な効率、エフィシャンシーのためにマシンを作ってるからではないかって気がいたしました。最初の作品、ミュージックボトルをご紹介します。音楽を入れました。シンプルなプレイ&ミュートです。ただガラスが落ちると壊れます。二度とリブートできない。要するに一度きりの命なわけです。それの持つエステティクス、そしてイモーショナルバリューとにとても我々関心あります。これを作った理由は非常にパーソナル理由があります。実は私が母に贈りたかったプレゼントの意味があります。それは天気予報に入った小瓶です。私の実家は札幌です。朝母が目を覚まして起きて、その時に枕元にこのボトルを送りたかった。今日は天気がいい、じゃあ起きて布団を干そう。しかしながら、残念ながら1998年に母が他界しました。それでこのボトルを作りました。で、身体の功績はとても私で大事なテーマで、母は書家で多くの書を残しました。で、彼女の一番好きだった書、焦燥白水、それを墓石に彫りました。桃色の、石です。で、それから10年経ってツイッターが来ました。で、もう一つ墓を作りました。雲海墓標、青い鳥。私自身非常に悲しかったのは、母を思い出さない、忘れてしまう、忙しくて。命日とお盆ぐらい思い出すけども、それ以外は思い出さない。でも母はいっぱいいろんな歌を残してくれました。私の例えば高校卒業を喜ぶとか、妹が北大進学を一番で卒業したとか、そういった喜びの歌をですね、ボットに歌わせました。これが母のプロファイルです。現在地天国で、息子は私ですね。で、彼女が残した自省の句含めていくつもアップロードして、マニュアル、あるいはプログラム的にそれをツイートさせるわけです。そうするととても素敵なことが起きる。突然母の歌が降ってくる天から。なぜ今この歌を僕は読んでるのか、見てるのか考える。偶然じゃない、何か必然がある。それによって思い出す、アプリシエイトする。で、さらに素晴らしいことが起きたのは、命日に花が届きました。母の命日を僕のフォロワーの方が見つけてくださって、花を届けてくださった。その翌年も、そして翌年も。すなわち死によって終わるんじゃなくて、さらにその先の命というのがあり得るんだということをこの実験から私学びました。したがって、そのイターナルな未来に対してどうやってその我々が残していくかということはとても大事だというふうに考えています。さらに私の盟友のドクター・マーク・ワイザー、ユビタスコンピューティングってご存知の方いらっしゃいますか？いますよね、当然。今 IoT になりますけども、これの父、マーク・ワイザーの論文を読んだことある人、悲しいですね、学生さんちで言われたら。やっぱりその恩恒知りますけど、オリジンが何なのかってことをしっかり捉まえ、どういうビジョン。もちろん日本でも坂村健さんという素晴らしい方が同じようなビジョンをマーク・ワイザーよりも早くに提唱されています。そのマーク・ワイザーが言った言葉は、本当にその進んだテクノロジーというのは結局我々のいるこのフィジカルなエンバイロメントにウィーブされて溶け込んで、インディスティングシャブル、トランスペレント、インビジブルになってこと言います。要するに透明になる、
非常にプロファンドなメッセージですけれども、大好きな名優だったマーク・ワイザーに捧げるのがこの論文です。トリビュート。A transparent interface as a tribute to Mark Weiser。 もしよろしければオンラインでアップしてますのでご覧いただけます。私今 MIT ミディアラボで22年目になります。本当にラッキーだったのは94年にクリアボードっていう作品を発表した直後にアラン・ケイでニコラスが来て、お前 MIT 来い、要するにヘッドハンドされたわけです。で長倉さんをはじめ素晴らしいニコラスに鍛えられた方々から逆にご指導いただいてですね、今日までやってきたんですけど、 MIT ミディアラボって非常に面白くてですね、学部がですねこのプログラムメディアアーツ&サイエンス非常に広いです。アーツサイエンスというのは基本的に違うものです。アンドで結んでもなかなかそのつながらないぐらい違った価値観体系を持っています。すなわち芸術科学エンジニアリング、そしてテクノロジー、これのフュージョンですね。それが大事なエンジンになってます。で、アートってのは何なのか。アートってのは新しい問いを、世界について新しい問いを発するためのメカニズムです。そしてサイエンスというのは自然についてどういうメカニズムで動いているかということを説明してくれる普遍的な形でもって。そしてデザインというのは問題をアート的ですし、そしてテクノロジーはそれをイネーブルするわけです。で、このあらゆる空間をですね、スパイラルのように回転することはとても大事です。すなわち、アート、サイエンス、デザイン、テクノロジー、それぞれ違った価値観を持っている。それらがぶつかること、そしてそのぶつかることで新しい機会、問いが生まれる、オポチュニティが生まれるわけです。そして新しい分野にトランセンドする。というのがある意味で我々のやっているその仕事の一つのアーティキュレーションじゃないかと思っています。で、アートがなぜ特に大事かというと、アート provides new prospect that turns our gaze to new horizon。要するに新しい世界を見る、新しい問いを発する望遠鏡のようなものです。で、我々NTT ICC の2000年の展覧会行ったことある人いますか？あ、嬉しいです。はじめね、そこからスタートして、これは単純物質のエグゼビションですけど、さらにアルスエレクトニカ、リンツオーストリア、行ったことある方いらっしゃいますか？あ、で、そこで2001年から3年まで、ゲッティンタッチというタイトルでもって単純物質のエグゼビションをさせてもらいました。大事なのは、我々のサイエンステクノロジーの世界をメディアーツ、インタラクティブアートの最高の便利でもって試す、テストする。そして、2016年、非常に嬉しいことが起きたんですけども、我々やってるラディカルアトムスが、このイベント、何千人というアーティスト、何万人というオーディエンスが来るイベント全体のアンブレになりました。ラディカルアトムス、and the alchemist of our time。錬金術ですね、アルケミストの。新しい、この時代のアルケミストになって、全く新しいマテリアをインベントして、それによって芸術表現しようじゃないか、ということです。まさに今日お話ししたいのは、その一環で、例えばここにあるインフォーム、そしてバイオロジック、そして一番大事なのは我々のチームですけれども、そういったところをいろいろご紹介したいと思います。よろしければご覧の機会があればぜひアルスエレクトニカ行っていただければ非常に嬉しいです。今年もさらにエンハンスして新しいマテリアルをそこで展示しています。で、なぜリグラスなアーティスティックレビューが大事かということが一番大事なんですけれども、基本的にアートの役割っていうのは必ずしも理解されてない。デザインはデザインシンキング、IDO とか、ね、非常に盛り上がっておりますけど、ビジネス世界で。アートがどういう役割を果たすのかは最後のコンクルージョンでお話したいと思います。単純ミディアグループ、1995年に私、長くお世話になった NTT を卒業して MIT に渡り、このグループをスタートしました。で、一番大事なプリンシプルは、トランスディスプリン。Finding opportunity in conflict between disciplines.Breaking down old paradigms to create new archetypes です。建築、都市計画、アート、デザイン、エコノミックス、いろんな分野があっています。だその分野の持っている壁というのをいかに壊していくか。うちの伊藤丈一は非常にラディカルで、アンタイディスプリンという言葉を言ってますけど、僕はトランスディスプリンの方がまだ好きなんですけど、まあ、それは別として、例えばアート&サイエンスの境界を例にとりましょう。音楽、そしてテクノロジー。私のグループを卒業したドクター・シャオシャオの作品をご紹介しています。彼は最高のピアニストであるとともに最高のコンピューターサイエンティスト、ハッカーです。
音楽っていうのは鼓膜を刺激する音だけではない。ミュージシャンが楽器に対峙して吸い込んだ息、吐いた息、そして肩の微妙な動き、身体そのものが音楽です。それが人々を感動させる。でも今の LP、CD、MP3 全部創業してます。僕らはピアニストがピアノの中に住み、そこにはもう身体がなくてもキーを突き動かしという新しい表現を作りました。先ほどの書道と同じけどプロセスです。最初の墨が紙をヒットする前にすでに書は始まってる。私の母の墓石ですけども、私の娘です。早く家に帰りたいです、まあ、それもそして、あの今うちの娘がですね、シャオショウの幼少期というストーリーでもって弾いてます。小さかった時にやったピアノ、その彼女の記録がピアノの中に、そして大きくなったシャオショウが連弾する。例えば皆さんのグランマーがコンサートピアニストでカーネギーホールとか素晴らしいあの演奏されたとして、命日に降臨してきてもらう、ヘブンからピアノに、そして孫と一緒に演奏する、そういったのが僕らの夢です。そこでは身体性、この椅子に座っていたその人が今ピアノの中にいる、リフレクションですね、同じ空間を占めている。そういう意味でエンボディメントというのは非常に大事なトピックスになっています。でですね、ミラノのデザインウィークでやった仕事をご紹介します。Some kind of the conflict and outhaven between two juxtaposed concepts. One is technology and design. ここでご覧に入れているのは新しいラディカルアトムというマテリアルです。コンピューテーショナルでフィジカルでダイナミックなマテリアルです。皆さんが CAD でピクセルを使ってデザインをする、踊らせる、そのフィジカルバージョン、これが新しいマテリアルで、今日の一つのテーマです。でこれがトランスフォーマーですけど、なぜこういう研究をしたかというところ、新しいマテリアルですねのインベンションですねをお話ししたいと思います。これ一番表現というのはとても大事です。どういうメディアも使ってアイデアや情報を表現するかとてもクリティカルです。マスマティシャンであればロジカルなマスマティカルなイクエーションで表現します。リニアなアブストラクトなアルジブラ、一方ビジュアルアーティストであればスペシャルなドローイングをする、そうすると空間的に移動することによって近接性とかプロキシミティによってマニピュレーションができる。それは別の考え方です。でも数式を選んだら空間的なオペレーションできないし、空間的なドローイングを選んだらリゴラスなアルゴリスミックなオペレーターは使えない。そして表現って大事で、なぜかというと表現によって使えるメンタルオペレーターが限られる。そしてコンステレンスである思考の空間が、それで我々は新しいメディアを作りたい。で GUI、 これはピクセルです。かつてこの世界をドミネートしたピクセルというのは今もまだドミネートしています。22年前と全く同じで、皆さんのスマホ、テレビ、コンピューター、すべてピクセルです。ピクセルというのはインタンジブルです。フォトンです。皆さんのレティナをヒットして初めて認識される。でも実体ない、私抱きしめられない、テイストできない、スメルもない、実体がない。身体とインコンパチブルです。皆さんがやっている建築の世界ってもろコンパチブルな、フィジカルなマテリアルです。なのでどうやってフィジカルの世界、すなわち今のピクセルっていうのは見えるんだけど水面に沈んでる、コンピューターのスクリーンの裏にあるフラットのスクリーンでも手が届かない、そういう届くようにために水面にアップしようというのがタンジビッツ、先ほどご覧いたミュージックボトルというかまさにその一例です。これからもいくつか例を教えます。さらにラディカルとなぜかというと、フィジカルなマテリアル自体は非常にシャイでフローズンでリジットで、コンピューテーションにコントロールできないということで、マテリアルをハックしようというのがラディカルです。でなぜこういう話かというと、これは基本的に我々のビジョンです。でビジョンってものすごく大事です。なぜかというと、多くの人がそのテクノロジーにドリブンされて、テクノロジーが未来を作るというのは勘違いがある。11月30日にあるところで講演しましたけども、テクノロジーが作る未来で最初に言ったのはこれ間違ってます。未来を作るのは我々の悲しみとか喜びとか夢見る力、人間です。テクノロジーは手段に過ぎない。でテクノロジー、ニーズ、ビジョン、
結局あっという間にゴミになる。テクノロジー、皆さんがそういった素晴らしいスマホ、今後3年から5年同じハードを使い続ける人はまずいない。みんな夢の島に行く。使えてもオブソレッスンスがデザインの中に入っている。それがキャピタリズムなわけです。ニーズ、LP、CD、MP3、どんどん消えていってる。音楽期待って欲求は変わりませんけども、その中で本当のに長く残るものって何かってのをずっと考えると、それはビジョンじゃないか。我々の場合、その自分たちのライフスパンを超えて生き残るビジョン、バーネバーブッシュ、メメックス、聞いたことある人、いいですね。ハイパーテキストの原点です。でも若い学生、まあいいや、ダグラス・エンゲルバート、僕のヒーローですけども、コレクティブ・インテリジェンス、聞いたことある人、素晴らしい天才ですよ、ビジョナリーで。アラン・ケイ、もういろんな人がいっぱいいますけども、アイバン・サザランド、 VR の父ですね。誰がどういうビジョンを持って今当たり前になってこの知恵を作ったかってことを温故知新ですね。これはものすごく大事です。そういう意味で僕らのやってる仕事も、僕らのライスパンを超えて残るようなものを残したい、それがアカデミアに移った一つの理由ではないかということで、こういうことをやってます。ということで、単純物、最初の単純物です。この中で絵を描く人、油絵、水彩、嬉しいですね、絵画のプロのレモン来ていただきまして、私もアナログの画材大好きです。じゃあまず絵を描く話からいきます。昔ルネサンスの頃、画家は自分で画材も作りました。お店に行って買うのではなくて、紫が欲しければその紫を求めて海岸を散歩し、貝殻を集めて砕いて紫を作る。エイジアであればおそらく草木、花、そこから色を取る。すなわち自分がこれから使う絵の具、それを自分でデザインする。自分の住んでいるフィジカル環境から。そのルネサンス時代に当たり前に行われたことが、今もう分業でもって分断されている。だったらその頃のプラクティスを現代に持ち込もうじゃないかって作ったのがアイオブラシ、ドクター・キミコ了解、今ユニバーシティ・ボラティのプロフェッサーですけども、シルブプレイ、自分の欲しい色、あれはテクスチャーというものをその世界からどうやって持ってくるかということで、我々はこのアイブラシっていうをデザインして、この中にカメラが色をキャプチャーする。それによって新しい絵の具になります。で、当然ですけども、絵画っていうのは死んだインクが二次元のサーフェスに張り付いている。ラスコーのペインティングもそうですけども、でもここ見ていただくと分かるんですけども、テディビア、そこからこの色が来ている。要するにオリジンですね。どこからこのマテリアが来たか、どんな農家の人が育てたトマトを自分は食ってるのか、食べているのか、失礼といったような、そういうそのオリジンっていうのが大事です。ヒストリーですね。で、それを幼稚園に行ってヒストリーは大事だよって言ったんですけども、素晴らしいのは MIT のプロフェッサーの言ったことが全く聞かない。子どもたちは自分の自由な発想でもって新しい意味、命をそのミディアムに与えてくれる。これは最高の瞬間です。我々全く予想しなかった。これがマイクロフォンで、テクニカルにはもちろん音も何でもレコーディングできるけど、新しいメディアとして使いこなし、そしてそれを友達にとてもプラウド、多分お子さんいる方は分かると思うんですけども、これが我々のインタラクションデザインのゴールです。一番のリワードですね。で、キミコと一緒に PhD CCS をキミコが仕上げてあげて、その時 World The World as a Palette というタイトルです。どういうことかというと、アイブラシを使って一度作品を作ると世界が違って見えてくる。世界がパレットになる。今夜実は京都に行くんですけども、おそらくまだ紅葉があると思う。その紅葉を見た時に、これ見てどんな作品を作ろうかっていうイマジネーションが止まらなくなる。それがその眼鏡を通して世界を見ると新しい可能性が見えるっていうことです。なぜ単純なのかお話したいと思います。これは太陽系儀で、とても大好きなフィジカルなモデルです。見たことある方いらっしゃる？博物館、ミュージアムで触ったことある人で、怒られた人。このラリーが素晴らしいのは、インターフェース、ピープルとのインターフェースが
このハンドルです。このハンドルを我々の手で使います。そして回転します。そうすると我々のボディが、ナーバスシステムが、骨が、筋肉がこの太陽系の径の一部になっている。したがってそれをローテーションするときの筋肉のきしみ、神経のスクリーム、それとプラネットの運行っていうのは全くシンクしている。要するにコーザリティチェインが完璧に明確なわけです。これが現在のデジタルには駆け落ちている。明快ですよね。別世界でもって身体とつながってない。要するにディスエンボディですね。そういう意味でいかにそのエンボディインタラクションをするか、そのためにコンピューテーショナルマテリアをフィジカルにするか、ダイナミックにするかというのが大事になってくると思います。もちろん本当の 3D です。今多くの 3D というのはあのフェイク 3D で、あるポイントビューから見た 3D っぽいイメージを 2D の画面に置いている。あるいはみんながこれをしながらそれっぽい世界を見ているけども、アイコンタクトが全く取れないという非常にアイロニカな世界だというふうに思います。で、これは本当リアルです。ただしリアルなマテリア自体をどうやってダイナミックにするか、それがないとコンピューテーションにやっていけない。で、こういった考えをそのもう20年前ですね、コンピューター・ヒューマン・インタラクションのコンファレンスで発表したんですけども、幸いこれは最もこのコミュニティで引用されている、サイテーションが一番高い論文です。なぜかというと、問題を解決したっていう技術論でもないし、ユーザーサーチしてこのマウスがあっちのマウスより 3% いいっていう論文でもなくて、全くない新しい考えです。ただほとんどこのペーパーリジェクトされました。なぜかというとみんな理解できないから。でもさっき言ったマーク・ワイザーがレビュアーでいて、マーク・ワイザーが救ってくれたということで非常に彼に感謝しています。せっかくこの建築学会にお招きいただきましたので、アーバンプランニング、ドクター・ジョン・ドコフラ、最初の PhD の学生があったアープをご覧に入ります。これ見たことあるかもしれません。ジョン・ドコフラ、今のマイノリティリポート見たことある方、映画。まさにサイエンスディレクターで、ジェスチャーインターフェース、フィジカルインターフェース、コレオフィンターフェース、全てやった男です。ご覧いただくと、建築が影を投げかけている。立原三郎の詩みたいですけども、建築が寂しく影を投げかけて、でその影をコントロールすることができます。それは時計ですね、インバースクロックということで、それによって日照の時間をコントロールできる。でこのシャドウはコンピューテーションシャドウです。オプティカルなシャドウではありません。当たり前ですけども。さらにマテリアルを光に変えると、ガラスに変えると光のリフレクション、例えばロサンゼルス、ハイウェイがある。ハイウェイを走ってくるドライバーの目に光がどう反射して問題がという話。さらに、風ですね。ナビエストークスのイクエージョン、好きな人。美しいと。流体力学好きな人。B があります。これナビストークのイケージョンを取れてるんですけど、建築を動かすとバウンダリーコンディションが変わって、その新しいバウンダリーコンディションをフィードする、でリコンピュートする。でも自分の手でもつかみながらその風、悲しい現実ですけども、サリンとかバイオウェパンとか使えた時にどうそれが人に影響を与えるか、あるいは災害が起きた時に人々がどう避難するか、フリーダーマス非常に大事な手法ですけども、有限要素法なんかと同じようにそれを自分の手でダイレクトで掴んでいける。で大事なのはどんな建築のプランがあってもですね、素晴らしいプランを素晴らしいビデオで見せられても誰も信じない。それはディベロッパーとかある人の利益をマキシマイズしているものという疑いが抜けない。でも誰でも触っていじって、このビルディングがもうちょっと高かったらどうか、こっちだったらどうなのか、なぜこうできないのか、人々ができるデモクラティックなオープンな環境ってものすごく大事だと思っています。ですから死んだピクセル、動いてても死んでるプレプログラムのものっていうのはなかなか人を多分信じさせられないんじゃないかというふうに思っています。ランドスケープデザインやってる方はこの中で、亡くなりましたけどレイト・ビル・ミッチェルがものすごくジョン・ダコフラーの PhD もビル・ミッチェルとニコラスがシースコミティです。最高ですよね。長倉さんもニコラスがメイン のアドバイザーだったわけで、本当に我々ラッキーで、そういう素晴らしい先人たちのコメントを聞いてきた。でやっぱりビル・ミッチェルがこのタンジブルが何で生きるかって言ったら、それはきっとランドスケープデザインだ。ランドスケープデザインには5つの問題がある。そのうち3つをこれ解いたらもう君は大丈夫というふうに言われて作ったのがこのサンドスケープです。最初はクレーでやりましたけど、基本的にフォームギビング、粘土とか砂で山を作る、要するに美しい景観ですね。ゴルフ場でも作る。同時にこれがウォータードレインです。水がどう流れるか、大雨が降った時、それで色がイロージョンします。
しかしフォームギビングっていうその右サイドの美って話とプラグマティックな部分あるいはアナリティカルな部分それを一つのマテリアルこれがタンジブルビッツです。タンジブルでコンピューテーションがビッツです。でも悲しいのは記憶がない。一度その砂とか砂丘を壊してしまうともう二度とリストアできない、思い出せないわけです。なのでじゃあそのイナートでフローズンな砂じゃなくて新しいマテリアルを作ろう。それがラディカートムです。これが初期のドクターダニエル・ライツィンガーがマスターシステムで作ったシェイプディスプレイ、そしてこれがショーン・フォルマーたちとコラボレーションしたインフォーム、それを映像をご覧に入れます。これ見たことある人結構いますね。 Being here and there すなわちテレプレゼンスというのはまさに人類の長い夢で、ビデオコンフェレンスあるいはヒロ先生が開拓されている VR の世界とか、あるいはテレロボティクス、ロボティクスを自分のサロゲートにして乗り移るみたいなものも今ビジネスになってます。それとは全く違う、今ある場所にあるもの、身体あるいはツールですね、それをスキャンしてそれをリフィジカルエンボディするリモートプレス、しかもフィジカルエンボディメントなので向こうにあるマテリアルに影響ができる、例えばハグできる、という意味で非常にドラスティックなアプローチでございます。でですね、お話したいこといっぱいあるんですけども、ライフでしょう、講演時間がどんどんなくなってくる、少しアクセルレートをしたいと思います。大事なのはインターマテリアルインタラクション、ものを突き動かす、これは非常に大事です。すなわちディスプレイではなくアクチュエーター、あるいはロボティクスな、そういう部分を持っています。さらにこれによってですね、アテンションを例えば掴むためにいろんなものをいろんな方ができるんですけども、あとアフォーダンスって言葉はお聞きになったことあると言いました。建築デザインという方によるアフォーダンスというのは比較的固まって限られた自由度のドアノブとかなんかがどうのこうのとありますが、激しく動かれると従来のギブソンがやったそのアフォーダンスという考え方が崩れていく、新しいものを作れる、大地は動かない、地震で液状化したときは当然液状になりますけども、そういう意味で新しい次元が必要です。このアフォーダンスからデザインで、プリンティングって素晴らしいけど、ここですね、プリンティングってデッドエンドです。死んだマテリアル、でもこれは生きてる、生きてるからいずれファイナンシャルデータであればあるコンストレンスをサプライするためにリコンピュートして動いてるわけです。だからほとんど英語で、日本語だけではない、女子ですけど22年分です、ね、なかなかといった感じのやつがこのインフォームでございます。でどんなマシンかというと、とんでもない1000本のそういうあれを作るために2年かかりましたけれども、あとバイクブレーキのあれをやってデンシティを上げたいとか、これはまあエンジニア的なやつですね。だからなんでこういうことを真剣にやったかというと、それによって今までできなかった全く新しいものが作れるということがを信じていた、すなわちラディカートムですね。でそれはニューヨークのグゲンハイムミュージアムで展示しました。これ聞かれた方がいますか。今このマシンがリンツ、オーストリア、アルセス展開で走ってます。2年目に入ります。よろしければぜひご覧になってください。大事なのはですね、こういうバッテリーが何を可能にするかですね。エッシャー、ご存知の方。建築家ですね。これはエッシャーモードって言うんです。エッシャーにインスパイアされて、メイズ、そしてコーポレートメイズでうろたえる僕、会社員、僕みたいなサラリーマン的な、それは良くないかな。まあ、そういう状況です。これはアートです。全く役に立ちません。でも新しいアーティストがエクスプレッションになります。で、このインフォームってエンジンを3つ組み合わせてですね、新しいトランスフォームっていう作品を作りました。で、絵画のトリプティックにインスピレーションを受けてます。これがトランスフォームですね。で、これをミラノサローネ、ミラノデザインユンクに持ってきました。ミラノサローネ行ったことある方いらっしゃいますか？ファーニチャーでは多分最も面白い展覧会、町中華ですけれども、でも基本的にファーニチャーってのはですね、フローズン、スタティック、美しさもスキンビューティー、表面的なビューティーなんで、それに対してダイナミックなマシンの持っているビューティーとぶつけよう、コリジョンですね。これがトランスフォームです。
はのダンスって言ってますけども、世界にはそれまで2つのマテリアがあった。1つはフローズンアトムス、この木とかフロアとかプラスチックとかガラスとかスティールとか皆さんもいっぱい使ってますけど、2つ目ピクセル、デジタルなんだけども実体がないピクセルで二次元のスクリーンの裏にスタックしてます。で身体とインコンパティブル。でこれは3つ目のマテリアです。それがラディカルアトムス。でも古い旧世代のマテリアス、赤いボールと新世代の白いピンが踊るダンスですね。これはあの私あの古代文明がすごく好きでですね、 BC 5 Southern They were the King and Empire He made a city, castle だったイルムラストローンリクラインですね。その帝国がやがてその砂上の楼閣のように沈んでいくというそういうストーリーです。すなわちどんなストーリーでも語れる、これはある意味で新しいクレイ、ジャコメッティを待っているクレイ、あるいは新しいホワイトキャンバスと絵の具でピカソ、ゴッホ、マティスを待っているあなたはなりませんか、というメッセージをミラノで送りました。新しいマテリアル、表現のマテリアルをインベントしてそれを使って初めて作品を作る、そして多くの人に新しい表現をしてもらう、そういうブーツストラップなのが我々のアプローチです。ただそうは言ってもようわからんという人がいっぱい多くてですね、あのもう少し分かりやすく説明してくれ、あの抽象度が高すぎて、なのでですねこういうビデオを作りました。すなわちあのファーニチャー、インテリア、アーキテクチャー、アーキテクチャーの世界でも非常にダイナミックなシェイプチェンジングのアーキテクチャーが盛り上がってよく拝見してて、スカイラティビーです、MIT の若きホープですけど、より面白い研究があるんです。でこれはもうちょっとそのテーブルに近いところのコンテクストアウェアだ、これはフェイクです。ある品に応じて全てピンをあらかじめプレスクリプトした投資に動かしています。でも本当にインタラクティブに作ることは難しくない、簡単です。もうコンピュータービジョンがあるし AI があるしコンテクストアウェアがあって誰でもできる。ただこのマテリア自体、こういうマテリア自体がこういうことをできるってことは誰も考えない。で我々ギャンブルはしません。ただし一応このトランプカードをフリップするというところがインターマテリアインタラクションの一つのあれだということでやらせていただいています。でこういった新しいマテリアルをコンテクスト、例えばソーシャルなコンテクスト、インターパーソナルコミュニティのコンテクストにおいてどういう未来ができるか、それを我々常に考えています。最終的に技術的なマテリアルを作るだけじゃなくて、それがどういう意味を持つのか、あるいはどういう問題、オートノマスロボット、エシカルなイシュー、いっぱいありますよね、責任問題とか、そういったようないろんな議論、問いを発するために我々こういう新しいメディアを作り、プロトタイピングをし、そして議論をその周りでずっとやっております。これがトランスフォームです。でラディカルアトムズは非常にいろんなバリエーションがあります。ラディカルアトムズは抽象度の高い概念です。今言ったソシエプディスプレイというのはワンのも全部に過ぎない、違ったストリームがありまして、プロナンスマター、プロナンスマテリアルズ、ネイチャー、自然界にインスパイアされて作ったマテリアル、我々いっぱいあります。それをちょっとご紹介したいと思います。これはニューイ、ニューマティックユーザーインターフェースと言われるニューマティカルな方法によって物体の形状を変化させる、そこにエラスティックとノンエラスティックのものをある構造的なパターンでもって組み合わせることによって空気をパンプインしたときにどうそれが形状変化するかということをプレプログラミングできます。だから実行中には変えられません。だからプレプログラミングできる、そういう一つの方法がこのニューイです。それによってセンサーと一体化してますね。これビルディングですね。ビルディングの高さが変わる、影をシャドウをいじるとビルディングの高さが変わる、シャドウとビルディングの一体化ですね。すなわちフィジカル世界、バーチャル世界が完璧にシンクロしたそういうマテリア、このテクスチャー非常に豊かです。プチプチ動いてますけども、これがステーリングフィールのスキンの未来ということで、今自動車会社といろいろコラボレーションしています。すなわち目を邪魔するような情報がいっぱいピクセル来てますけど、それじゃなくて新しいそういうタクタイルなマテリアリティっていうのが大きなブレイクスルーではないか。で我々自然界から学ぶものが5万とあります。もうネイチャーってのはとんでもなくソフィスケーティで十分理解されていない部分もあるけども使える部分もある。これが松ぼっくりです。松ぼっくりが雨が降ったりとか湿気があると膨張します。このハイグロモーフィックな形状の変化というのが一つ大きな大事な原則になっています。
それを使ったあのプロジェクトです。パスタ好きな人、イタリアン好きな人、さすがですね。シェイプチェンジングパスタを作りました。最初はフラット。でもそれをクックするときにどう形状変化するかということをコンピューテーションシミュレーションしてファブリケーションできるという全く新しいパスタです。デジタルプリンティング技術とコンピューターシミュレーション技術、あとマテリアルサイエンスを組み合わせて全く新しいその食のデザイン。食っていうのは意味でアートです。レストランというのはアートで、お腹が空いたからご飯食べに行くだけじゃなくて、そこで語らい味とかお皿とかインテリアとかアプリシーする。これ今プリンティングしますけど、エディブルなマテリアです。エディブルなマテリアっていっぱいありますけども、その中で膨張率が違う。これが下のコンピューターシミュレーション、上が変形しているパスタ、実際にプリントされたものです。これがまさにポイントで、すなわちエディブルなマテリアでもって収縮率が違うものをあるトポロジーでもって形状でもって合成するためにプリンティング、そのためのプリンターを作り、コンピューターシミュレーションツールを作り、マテリアルを勉強し、これがコンピューターシミュレーションの部分ですけれども、マテリアルの特性をちゃんと把握し、そしてそれをどうデザインに持っていくか、要するにマイクロなスケールからいかにヒューマンスケールにブリッジするか。ある意味で建築もものすごい大きな都市スケールにブリッジングするわけで、共通部分があるかと思いますけれども、このシェイプチェンジング、これで面白いのはオリンピックの対象で剣持ちってしてますから、月面宙返りって知ってますか、ムーンサルト。ああいうふうにスピンを何度もするムーンサルト的なですね、シェイプチェンジングパスが作れます。非常にトリッキーなんですけど、さらに美味しいかってよく言われるんですね。歯ごたえですね、クランチネスを一応証明したけどサイエンティフィックです。でマシン高くて買えないんですけども、拝み倒して1日借りて、それでもっていつちょぎれるとかですね、いろいろ計算をして本当のパスタと比べて、まあそれはパブリッシュアプリです、ね、でも一番大事なのはそれがどういう文化アートに影響を与えるかで、一番有名なフレンチシェフトストンとコラボした時の映像です。この新しいシェフチェンジパスタっていう概念テクニックをキッチンに持ち込んで、それを使ってどういう新しいメニューエクスペリエンスをデザインしますか。これを見るといつもお腹が空いてきます。今日レセプションあるんですか。はい、ありがとうございます。のり巻きちょっと語弊がありますけれども、透明なフィルムでもって水の中でくるっとロールになる、そういうマテリアを作りました。この後出てきます。これですね。このフィルムの中にキャビアが巻き込まれます。本当はイクラか飛びっことがいいんですけど、イクラは高い。でシェフは結局キャビアを入れますけど、それによってこのロールですね、これをそのお皿に盛るわけです。だからどうしたって聞いちゃいけません。これある意味でアートです。新しい表現です。でも大事なこともあって、年を取ってくると大きなものを噛めません、食べられません。なのでヌードルでも結節点かき混ぜると弱くなってポロッと切れるものを入れたのがこのヌードルです。そうすると噛み切らなくてもチターすることによって小さなフラグメントになって食べやすくなります。さらにサプリメント、薬、これものすごいものをマネージしなきゃいけないんです。でお薬っていうのはアメリカで 50% だけ実際に取られてない、あとみんな忘れてやめちまう、とんでもない損失なわけです。でそういうものをあらかじめプリンティングすることによって違った地平が開かれるんじゃないか。でこれは自然界にあるいろんなそのハイグロモーフィックなケーパビリティを持ったマテリアルをその一斉に調べた時のドクター・リニアオのPhD 進出の中ですけど、この中で我々は別のマテリアル、この真ん中にあるバシラス・サブトリス・ナット、納豆セルですね。納豆好きな人、ジャパンですね。 MIT で聞いてもこんなに手は分からない。まあいいや。バイオ・イズ・ニュー・デジタルって言ったのはニコラス・エグロポンテです。ニコラス・エグロポンテのビーング・デジタル読んだことある人あんまりない。まずいな、
ニコラス・ネグロポンテって本当にすごいビジョナリーでアーキテクトで、実際のフィジカルの実際の世界に来ることによって消滅する、リコンフィギュアされる、パブリッシング、コミュニケーション、ブロードキャスティングとかそういったものを予見してまさに起きた。あと地上波と空中波の転換ですから、やっぱりビジョンとしてのそういった彼がビジョナリーとしての彼が2015年というのは Bio is a new digital です。これもはっきり言ってクリスパ、システムバイオロジー、エディットですから、今バイオで起きているということはまさにディジタルと同じマグニチュードを持っている。だからその世界に入っていくこと、多くの会社が今ヘルスとかやってますけども、そういう意味で我々もそのバイオをどう使うかということで、このナットセルの培養から始まって、それをシェイプチェンジングのフィラメントにしてですね、それを使ってデザインするというプロジェクトを始めました。それをご覧に入れます。発汗、汗、リラティブヒューミニティ、相対的な湿度のセンサーとしてのバクテリア、プラスその湿度によって膨張する、それによってマテリアルを変形されるアクチュエーターとして使います。ここにバクテリアがいっぱいいます。今ご覧いただきますけど、それが動く。でバッテリーはいりません。生きているバクテリアです。すなわち従来のエンジニアリング的なバッテリーとコンピューテーションメモリーで作られたものじゃなくて、自然的な現象の中にあるものをいかにその我々の身体に取り込むか。で作ったものはセカンドスキン、ブリーディングスキンです。呼吸する新しいスキン、あるいは服ですね。でこれが実際にバイオケミカルディパートメント の, ラボでもって培養しているところです。 MIT ありがたいのはユニバーシティであらゆるラボがあって、石を投げればノーベル賞をもらった人に当たるぐらいいっぱいゴロゴロって、とにかく最高の人から最高 の, 知見とファシリティで、実際にこのバクテリアがどう膨張縮小するかということを計測するためにアトミックフォースマイクロスコープを借りてですね、とてもだけ買えませんけども、それを借りて可愛いバクテリアを調べたのがこれです。僕のグループ初めてですけど、サイエンスについにペーパーが通って、サイエンスアドバンスですけども、このバクテリアっていうもののこのハイグロモーフィックな特性を、あと新生的バイオロジーによって夜光る靴で締めるとですね、そういったものを作ってサイエンスで初めてペーパーが通りました。でもすんげえリゴラスで初めての世界ですけども、でそのソリューション、バクテリアいっぱいとソリューションを的確にある量をプリントする、そのフラップにですね、それによってベンティレーション、空気、ここからがもう一個別のサイエンスです。バイオロジカルのサイエンスじゃなくてフィジオロジー、人間のスポーツ科学、身体ですね。もうちょっと音上げて、彼女の背中に注目してください。ヒートマップ、そしてスウェットマップ、これが大事です。各自全く違ったその機能、そしてこれが彼女のパフォーマンスをマキシマイズするためにどれだけのエアがそこから通らなきゃいけないか、そのためにどれだけフラップを変えるか、そのためにどれだけバクテリアをプリントしなきゃいけないか、それを全てシミュレーションしてプリンターにコマンドを送る、そしてプリントする。で大事なのは最後はアートです。 So what to care という質問に答えたためには、アートのレベルのエステティックスとメッセージがなきゃいけない。レッドスティックしない。そういう意味でこのプロジェクト、まさに単純メディアグループらしいハードコアサイエンス、テクノロジー、デザイン、そしてアート、すべて入ってます。でバイオイズニューインターフェースというのが我々のスローガンで、バイオによって新しいインターフェースでスキンを作って、それで我々をその包み込もう。でそのアイデアをどうやってコミュニケーションするか、コミュニケーションデザインもものすごく大事です。インベンションと同じようにどうやって展覧会、ミュージアム、これはスティームボットがスティームを引き合ってますけど、リアルタイムでこのテキスタイル、バイオロジックをプリントした
フィルムが変形をします。そしてこれがプリンティングを正確にするためのマシンです。我々が作った。そしてネイチャーがくれた納豆バクテリア、バシラスサブチュース納豆を培養したこの容器。そして人間ですね。人間が最も美しい。これはバーチャルフィジカル的なマネキンです。でそこにスティームかけると変化する。でもこれじゃ面白くない。一番面白いのは本当の生身の徹底的に訓練したアーティスト、その身体、その動きです。メディラボの30周年記念のイベントが2015年に牧文子さんのデザインした素晴らしいビルディングがありました。その時のイベントです。いかに研究をアートに昇華するか、そして人々にコミュニケーションするかということはとても大事です。幸いこのプロセスはいろんな賞をテキスタイル、ウェアラブル、ファッション、これにはいっぱいいただきました。で、思うんですけども、やっぱりその予測、未来の予測という言葉があって、マーケティングとかいっぱい皆さんエネルギー使ってますけども、僕をヘッドハントした1994年にアトランタでヘッドハントし、95年に僕が移る機会があったドクター・アラン・ケイ、パーソナルコンピューターの父ですけども、 The future is not to predict but invent。 自分で本当に欲しいという未来を自分で作れよ。で、みんなをエキサイトさせろ。そしたらみんながそういうの欲しいって言い始める。そして新しい流れを作る。そういうノリがとてもメディアラボです。で、大事なのは僕らやっぱりビジョンだと思います。テクノロジーはあっという間にオブソリートになる。オルタナティブが出てくる。ニーズもどんどん変わってしまう。で、3つのことが大事です。エンビジョン、エンボディ、アンドインスパイア。どういう未来が来てほしいかってことを夢見る。そしてそれを形にして体験できるんです。それがエンボディですね。エンボディは当然テクノロジー分からなきゃいけない、サイエンス分からなきゃいけない。でも最後にそれが本当にインスパイアするか、人を感動させるか、それはアートです。ですから冒頭に言いましたけども、なぜアートが大事かというと、アートっていうのは新しい問いを世界について問うことをその助けてくれる。そういうマルセル・デュシャンとかいっぱいいますけど、すごい連中が。そしてサイエンス、デザイン、テクノロジー、とても大事です。しっかりものを作る、問題を解決する。でも最後に作ったものが美しくなければ、あるいは新しい問題を提起しなければ心にスティックしない、感動を呼ばない、忘れされてしまう、あっという間に。そういう意味でこの3つが大事だと思っています。あと先ほど今回若い方が結構、若い方いらっしゃいますか？なんか失礼な気がする、ね、冗談です。若い学生さんですね。まだ未来があって、僕より寿命が2倍ぐらいある方ですけども、そういう話があったんですね。僕が墓石に、これ僕の墓石のイメージです。先ほど母の墓石を見せましたけど、僕の墓石に彫る9文字です。それをちょっとご紹介したいと思います。最初が出る杭力。出る杭は打たれる。出過ぎた杭は誰も打たれない。打たれたことある人。打たれたことを思い出せないほど激しく打たれてしまったという企業の方、心情的に上がりますよね。だから中途半端に出ないから徹底的に突出しなきゃいけない。すごい信念がなきゃいけない。二つ目、茂木健一郎さんが司会やってたプロフェッショナル、2006年から僕出たんですけど、それ見たことある人いますか？あ、嬉しいですね。まだ大丈夫です。中国にコピーされたサイトがあるみたいですね。まだ見られます。その時に研究って何かで聞かれたんだけども、研究っていうのは100メートルタックを1人で早く走るようなもんじゃ絶対ない。研究っていうのは要するに未開の新しい原野を切り開いて道を作るところで、そこには観客も審判もいないし、ストップウォッチもない。そもそもコンティテイティブに測れて何パーセントいいっていう研究は、それはいいんだけども、やっぱりインクリメンタルなんですが、このことを言った直後にですね、ショックを受けたんですけども、高村光太郎の童貞ってことなんですか。僕の前に道はない、僕の後ろ見せる、負けた、はるかに短い言葉でもってその表現、それで童貞力っていうこれを呼んでおります。でですね、その次ですけども、なぜ MIT に行ったのかということをよく聞かれたのですね。これがその時のツイートです。僕が MIT を選んだ理由は、それは頂きが雲に隠れて見えない高い山だったから、そして頂きへと続く道がなかったからと本気に思いました。1995年、それが全くの間違いだってことに行ってから気づきました。そんな山なんかなくて、自分で山を海抜ゼロメートルから作って、そこに世界初登頂して、そしてレストオブザワールドがそこに登り始める。
だったら MIT に生き残れ、でなかったら他の学校に行け、これが MIT の厳しさです。で、今日のテーマの一つはやっぱりそのアート、サイエンス、テクノロジー、デザインというのは別個のものじゃなくて、皆さんの頭の中にアーティストもいるし、デザイナーもいて、エンジニアもいる。で、根本的に深いアイデアをどの世界にでもトランスレーションできる。バイオロジック、トランスフォーム、インフォーム、すべて根源的なラディカルビジョンから来てますけども、それはアートフォームになるし、デザインになる。で、賞をいただける。サイエンスではベストペーパーいただける。テクノロジーではハードコアのパテントを取れるわけです。すなわち、どれからコンセプションアートだけを狙って、賞だけ狙ってアートをやる。パテントだけ狙ってテクノロジーを行く。それは相対的に楽なわけです。だから全てをそのインパクトを与えるようなものをやりたいというのが僕らのレゾンデトロです。で、このアート、サイエンス、テクノロジーでのスピンをですね、スパイラルと見てどう回していくか。左側のこの階段、どこか分かりますか？ガウディ、サグラダ・ファミリアです。まさにこのループですね、スパイラル。このクリエイティブなスパイラルをどんどん回すことによってタワーを、山を作る。Z アクセスですね、天に近づく。それがタワー・オブ・ザ・バベル。ラッキーなことに私、小バベルと大バベル、両方上野の美術館とビエナで見ることができました、同じ年に。まさにこのアート・サイエンスというのを回しながら、新しい建築ですね、そしてその新しい空間にアウフヘーベンする。だからアートとサイエンスをくっつけるとか、アーティストがエンジニアと働くというんじゃなくて、いかにこの新しいスパイラルを作っていくことがとても大事じゃないかというふうに思います。今日は本当に皆さんお忙しいところ、私の1時間弱の講演席で来ていて嬉しいと思います。これは私です。で、私予定ございます。2050年、違う場所に参ります。で、お若い学生の皆さん、ご一緒です。で、これは基本的に我々の宿命で、モータルなわけです。で、僕が毎日考えること、学生たちに言うことは、僕たちの未来というのは僕たちの死で終わらずに、その先に無限に広がっていって、2200年、例えば。そこに我々は責任を持っている。What do you want to pass onto those people living in 2200? How do you want to be remembered? What's your legacy? こういう問いをですね、機微発することによって、本当に自分はクリエーションしているのか、あるいは単にランドフィルに捨てられるものをやっているのか、本質を本当に捕らまえてやっているのか、ということが見えてくる。そして今年、今月、今日の残された時間をどう使ったらいいかということが見えてきます。ということで、2200というのは非常にシンボリックな数字でありますけど、僕にとって大事な数字です。それをあえて説明すると、我々の寿命は有限です。死にます。しかしながら未来というのは無限です。その未来に我々は責任を持っている。そして我々はテクノロジーが好きなオタクです。いっぱいマシン持ってます。でも技術はあっという間に陳腐化します。本質はそこにない。本質はテクノロジーじゃなくて哲学とか美学とか未来永遠語り継がれて影響を与えるものだというふうに僕は思います。それが2200です。今日僕がこうやってここでお話しできるのも多くの素晴らしい先人のおかげです。ダグラス・エンゲルバート、マーク・ワイザー、ビル・ミッチェル。そして今も元気でバリバリやってるビル・ブラクストン、アラン・ケイ、ニコラス・エグロ・ポンテ、リンガのこの2人は僕をアトランタでヘッドハントした張本人です。おかげで、レスキューしていただいたわけですけども。あと素晴らしい学生ですね。自分ではとても変わらないぐらい素晴らしい技術力、デザイン力、コミュニケーション力を持った連中と同じビジョンで共鳴する、共振する。そうすると本当にすごいチームを作れる。だから素晴らしい、うちのグループ、今まさにアドミッション始まったのに100倍です、競争率。2人か3つのスロットに2、300人応募する。でもそこから最高の連中を選んでチームを作れるというのは非常にありがたいと思っています。ということでどうも、今日はご清聴ありがとうございました。石井先生、ご講演本当にありがとうございます。どうも。もう一度大きな拍手をお願いいたします。